ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世の中には、未だに謎に包まれている考古学的な謎が多く存在している。このチャンネルでも何度か紹介しているけど、本当にこの世界にはたくさんの謎があると思うわ。でも考古学が扱うものって大昔のことだし、もはや謎が解ける日は来ないんじゃ。いや、それが実は最近研究の精度も上がってきて、近々解明される日も近いと言われているんだぜ。研究者たちは日々奮闘して、謎の解明に迫っていると言うんだ。そうなの？でももし今ある多くの謎が解明されたら、それはとてもロマンがあってすごいと思うわ。ところでそんな考古学的な謎って、どんなものがあるのか知りたい。マリサ、その辺について、もっと詳しく教えてよ。じゃあ今回は、近い将来解明されるだろう考古学的謎について、3つ紹介するぜ。どんな研究が行われているのかも一緒に紹介するから、最後まで聞いてくれよな。どんな謎があるのかな？それでは今日もゆっくりしていってね。まず紹介するのは、アレクサンドロス大王の墓だぜ。アレクサンドロス大王って、ギリシャ神話に出てくるわよね。そもそもアレクサンドロス大王って、どんな人なのかな？彼はマケドニア第26代君主で、アレクサンドロス3世の通称とされている。わずか10年で、地中海からインドに至る広大な帝国を築いたと言われているんだぜ。とりあえず常人ではなさそうな気がするわ。この人は紀元前336年に、父親であるマケドニア王フィリッポス2世が暗殺された際、父親に代わってマケドニア王を継承したんだ。なんとこの時、アレクサンドロスは20歳だったというな。20歳で王様になっちゃったなんて、相当若いわよね。ああ、この若さでマケドニア王を継承したアレクサンドロスは、敵対者を排除してマケドニアを掌握し、トラキア人と戦うために、イストロス川方面に遠征して成功を収め、全ギリシアに再び覇を唱えた。アレクサンドロスは君主に就任した20代までに、メソポタミア全土とエジプト王国、インド地域を、半島に収めるという驚異的な成果を挙げた。すごいわね。その後の世界情勢でも、ヨーロッパとアラビアを共有した国なんて、ローマ帝国やオスマン帝国くらいなんじゃないかしら？そうだな。こうして強力な国家を作り上げただけでなく、文化や文明も発達させていったんだが、長きにわたる遠征で、兵には疲労が蓄積していってしまった。どこまでも侵略し続けるアレクサンドロスに対して、暴挙の念に駆られた兵士が懇願し、やがてアレクサンドロスは帰国を決定したんだぜ。まあ人間の力なんて有限だし、兵士さんが疲れ果てたらアレクサンドロスだって困ると思うわ。渋々だったのかもしれないけど、賢明な判断だと思うよ。そしてここでなんと、紀元前323年、アレクサンドロスは祝宴の最中に、突然高熱を出して倒れてしまった。その後数日うなされた挙句、死去したんだ。紀元前323年ってことは、彼はまだ若いんじゃないの？ 32、3歳頃だったとされているな。あまりの急な展開に周りも驚いただろうが、当然王様だったため彼には墓が作られた。そんなアレクサンドロス大王の死骸は、歴史の中で翻弄されることになるんだぜ。アレクサンドロス大王のご遺体はどこに埋葬されたの？側近たちの議論の末、エジプトのメイフィスという場所に埋葬された。その後彼の名を冠した、アレクサンドリアという地へ移されたとされている。そうなのね。だったらアレクサンドリアにはアレクサンドロス大王の墓を崇敬するため、多くの人が訪れたと思うわ。そうなんだが、実はアレクサンドリアは、かねてから地震や海面上昇に見舞われていた地域とも言われているんだ。自然災害が多く起こり、地域の人や建物はもちろん、アレクサンドロス王の墓も危険にさらされていた。そんな場所にお墓作っちゃったんだ。というかそんな状態で、アレクサンドリアという土地もよく残っていたわね。いや、この土地は海面上昇によってどんどん侵食され、アレクサンドリアが位置しているナイル川デルタの水が土地へと流れ込んでいった。そんなこともあって現在のアレクサンドリアは、当時から比べて 3.6 メートルほども沈んでいるんだぜ。マジか。まあでもそれだけの自然災害が起きているなら、ただで済むとは思えないものね。でもそんな状態で今もなお、アレクサンドロス大王のお墓って残っているの？今話したような自然災害や時代の流れとともに、次第にこのアレクサンドロス大王の墓の存在は忘れ去られてしまったんだ。現在この墓がどこにあるのかもわかっていないんだぜ。やっぱりそうなってしまうのね。このお墓の存在が明らかになれば、歴史に関する新たな謎が解けそうだけど、何かお墓を探す鍵とかはわかっていないのかしら？その墓の存在を明らかにするために、今多くの考古学者たちが奮闘しているんだ。その中でも特にギリシャ人考古学者の、カリオペリムネオス・パパコスタ氏という人がいて、この人の話がなかなか興味深いから紹介しよう。何？彼女はアレクサンドロス大王の墓を見つけるために、なんと20年以上も発掘作業を続けているという。
まだ決定的な証拠はないものの、パパコスタ氏は少しずつ目的に近づいていると自信を深めているぜ。20年間も調査を続けているなんて、とてもかっこいいわね。具体的にはどんな調査をしているのかな？この調査では古代の記録や最新技術を活用し、これまでに大理石でできた大王の像やギリシャの財宝、秘密のトンネルなどを発見してきた。もちろん決して簡単なことではないわよね。当然だな。採掘すると地中から水が出てきたり、大雨が降ったりと作業は常に難航していた。そんな長くもどかしい発掘の最終日、パパコスタ氏は帰り自宅を始めていた。この時すでに調査から14年が過ぎていて、時間切れも迫っていた彼女は次第に焦っていたんだぜ。まあその気持ちはわかるわよ。だって14年も調査しているのに何も成果が出なかったらショックだもの。そうだよな。だがそんな時、穴の中にいた女子たちが彼女を呼んだ。なんと土から白い大理石の欠片が覗いていると言うんだぜ。え、これまでの発掘状況に落胆していたパパコスタ氏だが、白い石の輝きを目にして、希望が湧き上がるのを感じたと言うんだ。ただの大理石の欠片じゃないといいけど、それは一体何だったのかしら？なんでも遺物は、アレクサンドロス大王のあらゆる特徴を備えた。ヘレニズム期初期の像だと判明したんだ。わあすごい。これは確実に大きな励みになるわね。ああ、それから7年後、パパコスタ氏は現在のアレクサンドリアから10メートルほど下へ掘り進み、古代都市にあった、王家の住居とみられる一角を発見したという。この結果を受けたナショナルジオグラフィック協会の考古学者、フレデリック・ヒーバート氏は、古代都市アレクサンドリアの初期の土台部分が見つかったのは初めて、目の当たりにした時は鳥肌が立ちました、と語っていたぜ。そりゃそうよね。だってここから考古学上極めて重要な発見が生まれるかもしれないんだもの。これは間違いなく失われたアレクサンドロス大王の墓に近づいた瞬間だったと思うよ。これまで自然災害などもあって位置が曖昧だったため、大王の墓は考古学者たちを調査に駆り立ててきた。公式に認可された発掘だけでも140丁の記録があるが、いずれも収穫はなかったわけだよな。うんうん。でもアレクサンドロスの墓が見つかれば、ツタンカーメンの墓のケースに匹敵する大発見になることは間違いないと思うのよね。それがパパコスタ氏のモチベーションになっていたのかもしれないわ。そうだな。パパコスタ氏は発掘を続けているのは、歴史的発見への期待があるからだという。彼女は古代の記録と、発掘ブーム以前の19世紀のアレクサンドリアの地図を参照し、また ERT という指定高トモグラフィーなど、現代の技術も使って発掘地点を決めているという。ERT は土に電流を流して抵抗を測り、地中の物体を検知するものだな。パパコスタ氏らのチームは地中深くに、構造物がある可能性を示す特異な値を、これまで14箇所で発見しているんだぜ。そんなに多くの箇所で見つけているのは本当にすごいことだと思うわ。これらの技術でパパコスタ氏はかつてアレクサンドリアにあった、王の住まいの多くのものを明らかにしてきたんだね。その通りだ。その中にはローマ時代の道路や、アレクサンドロスの墓に繋がりそうな、巨大な公共建築物の遺構もある。だがいずれの発見も、大変な労力を要したのも事実だ。それは間違いないわ。パパコスタ氏は、この地下水面に初めてたどり着いた時、諦めなくてよかったです。と誇らしげに言っていたぜ。粘り強く続けてきた結果がここに出たわね。並大抵の努力じゃないでしょうし、誰にでもできることじゃないわ。ヒーバート氏は彼女について、長年かけて少しずつ調査を続けるパパコスタ氏の根気は際立っている。経験上、一つの地点に21年も留まっている考古学者はほとんどいません。とも話しているな。パパコスタ氏は失われたアレクサンドロスの墓に迫っている自信があるんでしょうね。まあとはいえ、現実的なものの見方も忘れてはいない。容易に見つからないことは、間違いないということも自覚しているとは思うぜ。まあそうよねー。でも彼女なら新しい事実を解明してくれそうだし、かなり期待しちゃうよ。彼女がアレクサンドロス大王の墓にたどり着く日はそう遠くないのかもしれないわね。二つ目に紹介するのは、中南米で発見された古代文明の遺跡だぜ。これはホンジュラスの密林へ分け入った探検隊が、失われた文明の遺跡を発見したという、驚くべき報告を携えて戻ってきたという話だ。失われた文明の遺跡ってだけで、かなりロマンある響きね。ここではどんなものが見つかったのかしら？そもそもこの地域には昔から、サルカミ王国や、シウダーブランカ、白い町という、古代文明にまつわる伝説が存在している。その遺跡がどこかに眠っていると言われてきたんだ。そうなのね。じゃあこの探検隊は、その場所を確かめるためにジャングルへと足を踏み入れたってわけか。それで、そこではどんな遺跡が見つかったの？発見された遺跡は今からおよそ1000年前に栄え、その後滅びた文明のものと思われる。考古学者らは広大な広場、土塁、丘、土でできたピラミッド跡を測量、
やがて地図を作成し、2015年2月に調査結果を持ち帰ったんだぜ。その中には古代に町が捨てられて以来、誰にも手をつけられず、そのまま残されていた石の彫像物の数々も発見されているな。あれ、そういえばこの近くで有名な古代文明って、もしかしてこれってマヤ文明のこと？確かにマヤ文明はこの地域付近で有名な古代文明だが、今回見つかった文明はマヤ文明とは違う。ほとんど研究がなされておらず、今まで存在が全く知られていなかった文明なんだ。当然名前すら持たないものだな。そんなことありえるの？ということは今まで誰も知らなかった新たな文明が存在したかもしれないってこと？そういうことだぜ。コロラド州立大学の考古学者、クリストファー・フィッシャー氏は、手つかずで荒らされた形跡が全くない状態で見つかることは極めて珍しい、と話している。まあそうよね。ちなみにここで見つかった遺物について、もう少し詳しく教えてほしいわ。まずピラミッドの足元で52体の石の彫像があり、これは地中から頭を出した状態で、捧げ物として用いられていたのではないかとフィッシャー氏は考えている。その中にはメタテと呼ばれる儀式用の大材紙や、蛇、コンドル、動物の形に精密な彫刻を施した箱などがあったとも言うぜ。なんだか奇妙なものがたくさんあるわね。他にも遺物はあったの？ああ、ここで詳しく説明はしないが、多くの遺物が地中に埋まっていると見られており、さらにその下には墓が眠っている可能性もあるというぜ。その中でも特に奇妙だった出土品とかってあるのかな？一部が人間で一部がジャガーの姿をした生き物の頭部の彫り物だろう。フィッシャー氏はシャーマンという宗教的指導者が霊的変身を遂げた姿、もしくはメソアメリカでセンコロンブス期に行われていた、儀式的なボールゲームに関係するものと考えているようだ。なるほど。なんだか彫り物はヘルメットをかぶっているように見えるわね。この遺物については調査チームのメンバーで、ホンジュラス国立人類学歴史学研究所、通称 IHAH の主任考古学者クルズ氏は、これらの遺物が、西暦1000から1400年頃のものだろう、と推測しているぜ。いろいろな説が出ているのね。ちなみにこの発見された遺物は発掘されたの？記録には取られたものの、発掘せずに元の場所に残してあるという。それはどこにあるのかしら？残念ながら盗掘の被害を防ぐため、遺跡の位置は公表されていないんだ。ええー、まあでも確かに、盗掘被害にあったらそれこそ大変なことだものね。仕方ないとはいえ、その場所が知れないのは残念だわ。ちなみにこの遺跡って、いつ頃場所が特定されたのかな？2012年5月のことだ。ラモスキティアにある山奥の渓谷を航空調査していた時に発見、特定されたんだぜ。この一帯には広大な沼地、川、山が広がり、まだ科学調査が一度も入ったことのない、希少なエリアも点在するというんだ。めちゃくちゃ気になる場所ね。そこにはどんなものがあったのかしら？何でも過去100年間、探検家や金鉱を探す人々の間でジャングルの木々の上に、わずかに頭を覗かせる失われた都市の城壁跡を見たという噂が語り継がれてきた。その噂っていうのはどんな内容だったのかな？何でもスペインの征服者たちがやってきた時に先住民たちは、シウダーブランカ、白い町、またはカカオの実るところなどの場所へ身を隠したという。またそこはエデンのような謎めいた楽園で、足を踏み入れて戻った者は誰もいないと言われているぜ。一度行ったら帰ってこれないって相当奇妙よね。そこにどんな謎が隠れているのか気になるわ。1920年代以降、この伝説の白い町を探し求めて、多くの探検隊がこの地へやってきた。探検家のセオドア・モルデという人は、1940年に、国立アメリカインディアン博物館の支援で密林へ入ったんだ。そんなことしたら危ないんじゃないの？でもそこで彼が何を見たのか気になる。なんとモルデは森の中で幻の町を発見したと話し、数千もの遺物を持ち帰ったというんだ。先住民の話を聞くとそこには、巨大な猿神の像が埋まっていたというんだぜ。そんなものが埋まっていたなんて、モルデはこの後この幻の町について、誰かに情報を話したのかな？いやそれが、彼は盗掘者に狙われるのを恐れて、場所を明らかにしなかった。そしてその後亡くなってしまったんだ。そんな、じゃあ幻の町へ行ったという彼の話が事実だったとしても、結局それがどこにあったのかは謎のままなの？そうなんだよな。そして最近になって、ドキュメンタリー映画制作者のスティーブ・エルキンス氏と、ビル・ベネンソン氏が新たな探検チームを結成し、失われた町の探索へ乗り出したという。この二人は険しい山々に囲まれたクレーターのような渓谷を見つけ、調査の的を絞った。ドキュメンタリー映画制作者も調査をしたりするんだね。ちなみにそこではどんな調査が行われたのかしら？2012年、ヒューストン大学の航空機レーザー測量センターの協力を得て、100万ドルのライダースキャナーでレーザーの光を当てて、ジャングルを上から調査した。100万ドルって相当な金額よね？
そんなにするライダーってどんだけすごいものなの？なんでもライダーはどんなに鬱蒼とした密林でも、その下に隠れている地形を正確に書き、もしそこに考古学的遺跡があれば、探し当てることができるというすごいものなんだ。こうして得られた画像を見てみると、ものすごいことがわかったんだぜ。何がわかったっていうのよ？なんと谷の中に 1.6 キロ以上にわたって、不自然な地形が続いていることがわかったんだ。さらにフィッシャー氏が画像を詳しく調べたところ、川に沿った地形が、ほぼすべて人間の手によって変えられていたことが明らかになっている。そこには儀式用の建造物や巨大な土塁、灌漑用とみられる水路やため池などの痕跡が発見され、それらはすべて前コロンブス期に都市が栄えていたことがわかったんだぜ。すごい発見だわ。じゃあこの調査によって、上空からライダーで撮影された地形がすべて確認されたってわけね。ああ、またさらに多くの新たな発見もあり、そこには確かに古代都市が存在したんだ。もしかしたら伝説に語られているような、シューダーブランカは一つじゃないのかもね。それどころか、サルカミ王国にはそのような失われた町が数多く眠っているんじゃないかとも言われている。ひょっとしてこれらをすべて合わせると、町などとは比べ物にならないほどの、かなり重要な歴史的遺産である、失われた文明が出てくるかも？その可能性は大きいだろう。またもう一つ、南米ボリビアでの話も紹介させてくれ。なんとアマゾンの奥地でも、失われた古代都市が発見されているんだ。さっき出てきたホンジュラスとは全く別の場所よね？ここでは何が発見されたっていうの？ここでもさっき説明したライダーを用いて調査が行われたんだが、なんとスペインの侵略前にこの地域には、高い文明を持つ人々が存在していたというんだぜ。しかも複雑な社会が形成されていたことを示す、新たな証拠として注目されたんだ。それは気になる。もう少し詳しく聞かせてほしい。今回調査を行ったのは、ドイツやイギリスなどの研究者による国際的グループで、彼らは500から1400年頃に栄えた、古代カサラベ文化の中心地にある、6つの地域を調査したんだ。密林の下で新たに発見された都市の広大なネットワークは、南米の熱帯低地では、初めて発見された低密度型の都市というんだ。またこっちもすごいものを発見したわね。そこには何か遺跡とかあったのかな？階段状のダイヤ U 字型の墳墓など、北北西向きの精巧な儀式用建造物が特徴として挙げられるぜ。これに対してフィッシャー氏は、第三者の立場から、アマゾン地域の初期社会について再考を促す発見だ、と話しているな。まあそうよね。東側には高さ20メートルもあるピラミッドが存在するなど、都市構造は非常に大規模なもので、他の古代社会の規模に匹敵するという。これまでヤノスデモホス平原という痩せた熱帯の土壌では、中央アメリカのマヤと同じく、大きな人口や洗練された都市文明を支えられないと考えられてきた。だがカサラベの人々は、農耕民族であったということもわかったんだ。どういうこと？なんでも、季節によって氾濫するアマゾンのサバンナを、作物がよく育つ生産的な土地に変えて、狩猟や漁業と合わせて農業を営んでいたというんだ。そんなこともわかるの？というかそもそもカサラベ族って、どんな存在なのかほぼ全く知らないんだけど、それはまあ無理もない。なんせ彼らがどのように儀式用建造物を建てて、集落を形成したのかはほとんど知られていないからな。そうなんだ。今回の研究では、コトカとランディバルという二つの大型集落があり、これらが地域ネットワークの中枢だったと推測される。ちなみにそれより小さなものも含め、集落は合計24箇所発見されているというぜ。思ったよりたくさんの集落があったわ。そう考えるともしかしたらカサラベ族って、建築技術に長けていたのかも？ああ。彼らはコトカを建設するために、57万ユーベイもの土を使っているんだ。これはボリビア高地で発見された最大の建造物である、アカパナピラミッドに使われた土の、10倍もの量に相当するぜ。めちゃくちゃとんでもない量じゃない。また中央集落を守るために堀や城壁を築き、さらに巨大な水利システムで食料を生産したとも言うな。へえ、すごいわね。大きな人口を支えることができたのも、この技術のおかげかもしれないわ。間違いないな。フィッシャー氏によると、カサラベ族が自らの手で風景を変え、中心部に記念碑的建造物を建設するなどしつつ、複雑な集落階層で暮らしていただろうことがわかると言っているんだ。いろいろな調査方法で様々なことがわかるのは面白いわね。南米に存在する謎の遺跡、いつか正体がわかる日が来るといいな。最後に紹介するのは、ネアンデルタール人がなぜ滅んだのかについてだぜ。1856年、ドイツのネアンデル渓谷で石灰岩を採掘していた作業員たちが、骨の化石を発見した。当初熊の遺骨だと思われたそれは、実は歴史を変える大発見だったんだ。何その骨の化石って、
これは少なくとも40万年前から4万年前に生き、その後絶滅してしまった個人類の祖先だったというんだぜ。実は同じような化石は以前から発見されていて、研究者たちは19世紀初頭に発見されて以来、誤認されてきた他の初期の化石も、人類の親類であることにすぐ気づいたという。その祖先こそが、ネアンデルタール人だぜ。そうなんだ。この発見は、新たな進化論を追求しようとする科学者たちに、間違いなく勇気を与えたでしょうね。というかそもそもネアンデルタール人って何なのかしら？ネアンデルタール人は現世人類と比べて、目の上が張り出して額が突出し、胸郭が短くて深く、広いのが特徴だ。さらに眼科も非常に大きかったとされているな。ということは視覚に関しても、現世人類とは違いがあったのかも？そうかもしれないが、その点について詳しいことは分かっていない。脳の大きさは私たちとほぼ同じだが、より前後に伸びていたともされているぜ。というのもネアンデルタール人の脳の大きさや構造については、現在も議論が続いていて、詳しいことはまだ分かっていない状態なんだ。そうなのね。ちなみに身長とかって分かっているのかな？平均身長は男性が約162センチ、女性が約152センチだったという意見で一致している。今の人類よりは小さいけど、意外と大きかったのね。そのネアンデルタール人って、どのあたりに暮らしていたかは分かっているの？かつてユーラシア大陸に暮らしていたと言われている。この地域の寒冷な気候に適応するために、引き締まった巨大な筋肉を持ち、生きていくために、1日最大約5000キロカロリーも必要だったと言われているんだ。5000キロカロリー？もはやアスリートを超えるエネルギー量じゃない。またネアンデルタール人は主にマンモスやゾウ、ケブカサイなどの巨大動物を狩猟していた。彼らは移動しながら小さな集団で暮らし、槍などの道具を使って肉食中心の生活をしていたんだぜ。植物は食べていなかったのかな？いや、植物も食べていたみたいだな。彼らは状況や季節、気候が変わるごとに入手できるものを食べていたんだろう。なるほどね。そんなネアンデルタール人は研究者たちの間で、残酷で毛むくじゃらの乱暴者で、単純な思考と血生臭い狩猟しかできない、と考えられていた。随分な言われようね。まあでも実際どうだったのかしら？それがネアンデルタール人が驚くほど、現世人類に近い特徴を持つ証拠が増えるにつれ、一部の科学者は考えを改めるようになったというんだ。それってつまりネアンデルタール人には、そこそこ高度な知能があったということ？ああ、ネアンデルタール人は岩を削って武器やスクレーパーという、削ったり擦ったりするためのヘラ状の道具や斧を作っていた。それを狩猟や家庭で道具として使っていたというんだぜ。木工も日常的に行っていて、掘るためや槍に使う棒を切ったり、削ったりしていたというんだ。思ったより色々なことができる。というか下手したら現代の人類よりもその点については優れてるんじゃ？またネアンデルタール人の体は、寒さに耐えられるようになっているにもかかわらず、彼らは動物の皮を加工して、体の 80% を覆える衣服を作っていたんだ。これは現世人類と同じように、足などの体の敏感な場所を守っていた証拠だと考えられるな。服も着ていたかもしれないのね。それだったら衣服とかがどこかから発掘される可能性もあるんじゃ？いや、衣服に関しては、長い時間をかけて分解されてしまっているため、ネアンデルタール人がどのような服を着ていたかはわからないんだ。そっか。じゃあ推測するしかないのね。さらに画期的な発見は、ネアンデルタール人は表象的な思考ができたかもしれないというものだ。いくつかの遺跡から埋葬の儀式で用いられたとされる、装飾された和紙の鍵爪などが出土していて、高度な思考と伝統の証拠だと言われているんだぜ。ほう、そんなこともできるのか。ちなみに2018年には、6万5千年前の洞窟壁画の証拠が発見されていて、これはネアンデルタール人の最も古い芸術作品とされているんだ。芸術作品も作れるなんて、そこそこの知能があったことは間違いなさそうだわ。そしてこれはまた少し違う話なんだが、何でも現代人はネアンデルタール人から、新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぐ遺伝子を受け継いでいるというんだぜ。どういうこと？これは2021年2月に沖縄科学技術大学院の研究論文が発表した内容に記されている。そこにはどんな内容が書かれていたのかしら？何でもネアンデルタール人由来の重症化を防ぐ遺伝子は現代人の12番目の染色体にあり、体内でコロナの遺伝情報を分解する酵素の働きを強めているというんだ。それによって重症化のリスクを約 20% も下げられるといい、この遺伝子は日本人の約 30% が持っているというんだぜ。じゃあもしかして私もその遺伝子を持っているかも？そうだな。さて、そんな謎めいたネアンデルタール人が、どうして滅亡してしまったのかについて話していこう。そっか、ネアンデルタール人は絶滅しちゃったのよね。
ちなみにいつ頃絶滅したとされているのかはわかっているのかな？彼らは約4万年前に姿を消したとされているが、その原因については未だに議論が続いている。というかそもそも4万年前っていうのも真実かどうかはっきりしていないんだ。それだけ謎が多いってことなのね。だがそんな中でも、わかっていることもいくつかあってだな。まずネアンデルタール人は30万年前にアフリカで誕生したホモサピエンスと共存し、さらには交配した事例もあることがわかっているんだ。だが最終的にはホモサピエンスが遺伝的に勝利し、現世人類の遺伝子の大部分は、アフリカの先祖から受け継がれているというんだぜ。じゃあネアンデルタール人が絶滅したのは、食物や住処をめぐる現世人類との競争に負けたから？確かにそう言われることもあるな。またネアンデルタール人は小さな集団で生活していたため、単純に現世人類に数で負けてしまったと考える人もいるんだ。私も今の話を聞いてたらそう思ったわよ。あれ、違うの？もう一つ別の説があって、それは気候変動が原因で絶滅したというものなんだ。約4万年前にネアンデルタール人が絶滅した頃、中央ヨーロッパで1000年にわたる、急激な寒冷化が起こったことがわかっているんだぜ。でもそれだったらどうしてネアンデルタール人だけ絶滅したのよ？ホモサピエンスは絶滅しなかったんでしょ？それはネアンデルタール人とホモサピエンスでは住んでる地域が違うからだな。ホモサピエンスが住んでいた地域では、寒冷化はそれほど深刻ではなかったとされているんだ。あ、なるほど。ちなみにネアンデルタール人は、どの地域で暮らしていたとされているの？ユーラシア大陸で暮らしていたんだが、彼らはヨーロッパから中東アジア、南は地中海沿岸からギリシャやイラク、そして北はロシア、西はイギリス、東はモンゴルと広範囲で生活をしていたとされているな。めちゃくちゃ広範囲じゃない。これでもホモサピエンスと生活範囲が異なっていたんだ。ちなみに寒冷化によって気温が低くなり、彼らは欧州のイベリア半島と中央、地中海沿岸という限られたエリアに追い込まれた。さらにアフリカから中東、その西へと原生人類が進出してきたため、ネアンデルタール人の生息エリアは次第に縮小していったと考えられているぜ。なんかかわいそう。でもじゃあこの説は急に寒くなったせいで、ネアンデルタール人の人口が減ってしまい、その後に原生人類が入り込んで、最終的に世界で最も優勢な種になったってことかな？この説だとそういうことになるな。さらにまた別の説では、武器が原因で絶滅したというのも提唱されている。おそらく初期の原生人類はより優れた武器を持っていて、ネアンデルタール人を簡単に絶滅に追いやってしまったかもしれないというわけだ。本当に色々な説があるのね。結局真相はわからないままだけど、これらの仮説はどれもありえそうで面白いわ。一つわかっていることは、ネアンデルタール人は絶滅してしまったものの、興味深いその痕跡が、現世人類の遺伝子の中に残されていることだ。何何？ホモサピエンス発祥の土地である、アフリカ以外の地域に住む人類の DNA の最大 4% は、なんとネアンデルタール人の DNA に遡ることができたんだぜ。この事実はネアンデルタール人と現世人類が交雑していたことを示しているんだ。ネアンデルタール人と現世人類が交雑？ネアンデルタール人がユーラシア大陸を闊歩していた時から長い年月が経っているため、彼らがどのように生きて死んだのか正確にはわからない。だが人類の祖先であるネアンデルタール人の謎と、彼らが私たちと非常に似ていたという興味深い点は、今でも研究や論争が行われているんだぜ。なるほどね。ネアンデルタール人はやっぱり謎が多いけど、今後研究者が謎を解き明かしてくれる予感はするわ。ということで今回は、近い将来解明されるだろう考古学的謎について、3つ紹介したぜ。話を聞いてみてどう思った？仮に数年前に聞いたらどれもありえないって思ったでしょうけど、今の技術なら本当に解明される可能性はあると思ったわ。研究者たちも根気よく頑張ってくれているみたいだし、私も解明される日を楽しみに待っているわ。私もそうしようと思うぜ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。